森林浴のイメージにかなう上緑樹林の一例。他方、花粉症が付きまとうことから、花粉が舞う、時期の信用樹林は、森林浴どころではなく、敬遠される。遭難などの危険を伴わない適度な規模で、人の生活圏内や近場にある森林は、森林浴に最適。画像は、イングランド東部のエセックスにある天然林エッピング、フォーレスト。 薬島の森では1990年から森林浴に関する科学実験が宮崎義文によって行われている。森林浴とは森林内歩行に特化した気候性地形療法を原理とする大気浴の一種であり、正常な空気に浸って精神的やスラを得ることを目的に森林に入ること。森林に入って正常な空気を呼吸し、その後気を浴びて、 心身の健康を図ること。優れた森林内環境でのレクリエーションと定義される。日本語での森林浴は1982年、時の林野町長官、秋山智秀が温泉浴、海水浴、日光浴などになぞらえて考案し、同年7月29日付の朝日新聞市場にて森林浴構想という形で提唱した。 和製看護である。森林浴構想の副題は、森の香りや美心身鍛えよで、温泉地などが持つ、療養の効果と同様の効果を森林に求める、ものであった。また、科学的エビデンスを持った森林浴は、森林セラピーといい、生理人類学者、宮崎義文が、アロマセラピー、アロマテラピーをヒントに2003年に命名、提唱した。 2005年には森林セラピー研究会が森林セラピー、森林セラピスト、セラピーロードを商標登録している。森林医学という名称も世界に普及している。中国語は和製看護をそのまま導入した森林浴が通用している。朝鮮語は森林浴をハングル化したを用いている。英語ではイーコテラッピーが禁止の語ではあるが、 これは、ガーデニングや、自然保護活動などのアウトドア活動を通して行う、自然療法を指すのであって、森林浴より抗議である。森林浴の同義語が存在しないことになる。英語以外の諸言語、どれも同様で、森林及び樹木のある自然的環境に限定した概念としての、森林浴を表す、既存の表現がない言語圏で、 森林欲を表すのに日本語由来の尺用語、森林欲を用いる例が増えている。この語は日本の研究者たちが発信して広まった用語、フォレストベーシングに代わる、より適切な用語として、とある海外の研究者が、森林欲を提案し、2010年1月に日本衛生学会の英文学術誌、エンバイロメンタルヘルスプリベンティブメディシン市上で、 応用人類学者、常時裕子らによる森林欲に関する創設が表された際、論文タイトル中に森林欲と記されたことが書室となり、その後、欧米の研究者たちも使い始めたことで定着した。2017年7月にはアメリカで森林欲が商標登録されており、アクル2018年になってヨーロッパとアメリカを中心として森林欲ブームが起きた。 英語のネイティブ話者にとって、森林浴は、非常に発音しにくいにもかかわらず、東洋の神秘を感じられる響きが好まれるらしく、宮崎などは、書籍のタイトルに、ぜひ使うようにと出版社から頼まれるという。英語、ドイツ語、オランダ語、フランス語、イタリア語、スペイン語のように、大役語を生み出した言語もある。英語では、森林浴という語構成のまま直訳した。 フォレスト・ベーシングがこれにあたり、日本の研究者が英文論文を表す際に用いた最初の英訳語ということで普及した。ドイツ語でも森林浴を直訳したウォルドバダンが用いられる。他方、語順を変えて直訳している例として、バーニョ・デ・ボスケイという語構成になっている、スペイン語のバーニョ・デ・ボスケイを挙げることができる。また、森林浴ではなく、 森林セラピーの大役になっているものとしては、オランダ語のボステラピー、BOS テラピー、フランス語のシルボテラピー、シルボテレピー、イタリア語のシルボテラピア、シルボテラピアがある。自然美を見直し、森を作る意欲を高めようとの狙いから、温泉浴、海水浴、日光浴などになぞらえて、日本の林野町が主導して1982年7月に、 国内で提唱した森林浴構想に起源がある。森林の中には殺菌力を持つ独特の方向が存在し、森の中にいることが健康体を作る。森林国である日本は条件に恵まれており、これを大いに活用すべき。との構想であった。長野県の赤沢自然休養林で最初の全国大会が開催された。また、宮崎義文は、 薬師までの森林浴に関する科学実験を1990年に着手した。2004年以降、森林浴を予防医学などに役立てる取り組みが始まっており、林野町、厚生労働省、各研究機関や大学、企業などが森林セラピー研究会を組織して研究を進めている。また、2007年3月25日から28日に、 大阪国際交流センターで開催された第77回日本衛生学会総会にて森林医学研究会が設立され研究の裾野が広がっている。4月日本以下大学理教の研究チームが2007年に以下の論文で英語のホレストベーシングと森林くという言葉を初めて命名し定義した。ホレストベーシングエンハンセスヒューマンナチュラルキラー アクティビティエクスプレッションオブアンチ、キャンサープロティンズ LIQ、森本 K、中大 A、稲垣 A1、勝又 M、清水 T、平田 Y、平田 K、鈴木 H、宮崎 Y、香川 T、小山 Y、小平 T、高山 N、クレンスキー AAM、川田 TINTJ、イ屋ヤナパサルファーマッケル、2007A プリル2 3から 8? 森林浴の効果は 科学的なものより精神的なものが大きいと言われてきた。科学的効能としては樹木が発散するフィトンチットと呼ばれる物質が作用しているとされる。2010年代の日本では脳波測定、反応速度、唾液中ストレスホルモンの濃度、心拍の変動、心理的調査などを用いたリラックス効果などの定量化が試みられており、 森林浴が人間に与える影響の科学的根拠が示されるようになった。また、都市部のいわゆるお疲れサラリーマンを被験者とした2005年の実験では、森林浴翌日の採決、採尿で生理的な変化を調査した。その結果、2泊3日の滞在によって NK 細胞活性が52.6%向上したことが確認され、 同時に抗がんタンパク質の濃度も上昇していることが確認された。この実験は2006年にも継続され、2泊3日の森林滞在で約56%の NK 細胞活性を再現するとともに、日常生活、都市部への2泊3日の旅行で対象実験を実施した。日常での複数の検査や都市部への旅行では、 NK 細胞活性に変化が見られなかったことから森林の環境が免疫機能の向上に特異性を持つことが実証された。さらに30日後も NK 細胞活性が一定レベルで継続していることが判明し森林浴での健康増進が持続効果を持つことが明らかとなった。医療行為に至るまでには臨床事例が圧倒的に不足しているが 将来は、癌予防、健康増進などへの活用法が研究されている。これらの結果は、森林セラピーの実施の選定などに利用され、2006年4月には、全国で10カ所の森林が、2007年3月には、第2期として14カ所の森林が、心身の改善効果をもたらすことが、科学的に証明された森として発表された。現在、同様の調査が、 各地の森林で進められており、将来的には全国数十の森で健康増進のメニューが展開される見通し。森林医学の現状は、黎明期と言える。なお、日本の森林セラピーは、クナイプ療法などをモデルとしている。2010年に高圧剤を内服していない、高血圧症の中高年男性を対象とした研究では、森林浴が、 都市散策と比較して、血圧を7から8水銀中ミリメートルを低下させたことを明らかにし、森林浴による高血圧症の予防効果が示唆された。ここでは、特筆性の高い研究者など関係者を記載する。ありがとうございます。